私やっぱ向いてないんじゃないかな、この仕事。まだそんなこと言う。存在意義が分からなくなって、二階堂さんみたいに花はないし、三ツ矢さんみたいにダンス上手くないし。ああ、仮面したまま外恥ずかしい。売れるわけなくないですか、市村さん。仮面つけたままじゃ二階堂さんみたいに太客つかないし。市村には市村のいいとこあるから。じゃああんたに何ができんの、何で事務所にお金落とせんの。すごいんだってあの人、多分のし上がるためなら殺人だってできると思う。何言ってんだ。悔しいけど、オドカはチャンスだよこれ。何の。俺らこのまま行けば独身コースまっしぐらだぜ。あんな綺麗な娘さんゲットしたら大金星だよ。そんなんじゃないって。嫌いなのか。嫌いじゃないけど。好きなのか。好きってことも別に。嫌いか好きかで言うと。なんで白か黒で答えろという難題を突きつけるんだよ、ミスチルか。どっちよりかを聞いてるんだよ。まあ好きよりかな。どれくらい。何が。好き度のサイズ感的に。米国のサプリくらい。ある種デカミじゃん。今日のことは忘れてない運転手さん。曲がりなりにも表に出ることだから。オーセンティックなバーテン並みに心得てるよ。意外と話聞いてるやつじゃんそれ。